カルロ・マリア・ジュリーには、イタリア出身の指揮者。世界的な名声と比べて、特定のポストについていた期間が短く、孤高の巨匠として知られる。少年時代を、北イタリアのドイツ語圏ボルツァーノで過ごしたこともあって、完全にネイティブなドイツ語を話し、イタリアオペラ以上に、ドイツ系レパートリーを得意としていた。プッテア州北部のバルレッタに生まれる。最初はバイオリンを学んだが、 サンタチェチーリア国立アカデミア還元楽団のビオラ奏者として出発している。さらにサンタチェチーリア音楽院のアレッサンドロ・ブスティーニに作曲を学んだ。ビオラ奏者時代には、客演したブルーノ・ワルターなどの当時の大指揮者の指揮に触れる機会を得る。以後、フリーの指揮者として、ウィーンフィルハーモニー還元楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、 ロイヤル・コンセルトヘボー還元楽団などヨーロッパの名門オーケストラに客演する。1998年に指揮活動から引退。ミラノに在住していた。母所は北イタリアのボルツァーノにある。ジュリーには39歳で、名門ミラノスカラザの音楽監督に就任し、EMI と契約して、フィルハーモニア還元楽団と多数の録音を残すなど、早くから活躍しているが、 日本において名声を確立したのは、シカゴ公共楽団と録音したシューベルト、ドボルザーク、ブルックナー、バーラーの各公共曲第9番のいわゆる第9シリーズが発売され、ロサンゼルスフィルハーモニックの音楽監督に就任した1970年代後半になってからである。また、ウィーンフィルと完成させたブラームス公共曲全集、 ロサンゼルスフィルトのベートーベンの公共曲、ベルリンフィルトのモーツァルトの公共曲でも高い評価を受けた。最晩年には、ミラノスカラザ、フィルハーモニー還元楽団と共に、ベートーベンの公共曲全集のレコーディングに取り組んだが、第9を録音せずに死去し、プロジェクトは未完に終わった。ジュリーニの録音は、フィルハーモニア還元楽団やウィーン公共楽団、 100円時代のシカゴ交響楽団など、比較的初期のものが EMI レーベルに、シカゴ交響楽団や、ロサンゼルスフィルハーモニック、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団などとの演奏が、ドイツグラモフォンレーベル、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、バイエルン放送交響楽団などとの演奏が、ソニークラシカルレーベルに残されている。また、 BBC レジェンドレーベルよりイギリスでのライブ録音が発掘されている。その演奏スタイルは極めて精緻なスコアの読みから導き出されたもので、一音たりともおろそかにしない姿勢から紡ぎ出される音楽は、ドイツ的な構築性とイタリア的な流霊さを両立させた独自のスタイルであった。ウラディミール・ホロビッツからも深い信頼を寄せられ、1987年には82歳の コロビッツの希望により共演を果たし、モーツァルトのピアノ競奏曲23番を演奏、録音した。ありがとうございます。